自分らしさってなんだ、人とは違うて差をつけろ、コンビニの雑誌コーナー、表紙に太字で書いてあった、自分らしさってなんだ。子供の頃は気にもせず、気になければ怒って、好きなものを好きと抱いて、僕らは変わってく、守りたいものが変わってゆく、理解されない宝物から、理解されるための建前、大人になるほど後悔する生き物になる、でもねそれでもね、見えるものがあるんだよ。だから僕は僕らしく、そして君は君らしくって、初めから探すようなものではないんだと思うんだ。僕は君じゃないし、君は僕じゃないから、すれ違う手をつなぐ、そこには会えたって生まれる、そういうもんさ。自分らしさってなんだろう、変えられない、大切があるんから、変わりゆく生活が正しい。